はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。ですね、今回の、特集は、クリート用のシム、全スリッププラスでございます。はい、これは何なのっていうことなんですけども、クリート、そして、シューズ、その間に、スペーサーをかまして、そのスペーサーが、に角度がついてるんですね。つまりアンクリング、ペダリングをするときにこうなって、つま先が上を向くと、ペダリング効率が下がるということが、もうね、ロードバイクの歴史、もう大昔から言われてるんですね。正しいかどうかはね、ちょっとわからないんですけども、まあね、アンクリングになると良くないよっていうことなので、そのアンクリングを防ぐ、常にね、つま先が下を向く状態で走れるっていうアイテムなんですが、相当なんかね、ニッチなアイテムなんで消えるかなと思ってたんですが、こうやってね、もうマイナーチェンジして続いてるってことはね、結構ね、売れ行きもいいんじゃないでしょうか。っていうのもね、向こうのヨーロッパの方では結構ね、当たり前のようにではないですか、もう結構使われてるそうです。実際下手したらあれじゃないですか、グランツーの人たち、まさかかかとの裏とかってもうめっちゃテレビに映らないじゃないですか。だからわからないだけで、意外にねつけてるんじゃないかなっていう、この僕の適当な勘なんですけど。はいはい、雑談はこの、で、そしてですね、この新型の全スリッププラスは、10ミリ、前方に足をずらせるそうで、まあ、これでどういうことが起きるのってことなんですけども、指の5本指、すべての指にペダルの軸が当たるという風な設計にされているそうです。普通のクリートだと、どんだけ下げたとしても、3本が限界らしいんですって。3本の指の骨が、ペダルの軸に当たってるそうで、このプラス、新型の、シムをつけると、全部の指に負荷がかかるそうで、これが相当なんかアドバンテージになるそうです。何がアドバンテージになるのっていうところなんですけども、膝の可動域を増やして、膝蓋骨というところの圧迫感が軽減されるそうです。それのおかげで、ふくらはぎの痙攣、こむら返りですね、これをかなり起きにくくしてくれるそうです。これはエンデュランス系とかね、チーム練やってる方とかね、特に嬉しい内容ではないでしょうか。はい、で、実はですね、なんで僕がこれを特集したかっていうのは、前回のモデルのクリート一体型のやつ、僕ね、実はね、ずっとこそついて使ってるんですよ。はい、実はね、使ってます。はい、で、なんだろう、劇的に変わったわけじゃないので、いちいちね、僕そのぐらいのアイテムでは、レビューはしないんですよ。本当にこれ僕一個人の話になってしまうので、はい、とはいえね、今回これを機にちょっとお話しするんですが、実際ね、とてもね、これいいです。はい、で、この可動域っていうのがすごくね、僕もね、ああ、わかるわかるっていう感じで、可動域が前回のでもね、結構ね、上がってくれます。それによって何が起きるのってことなんですけども、お尻の力を使ったペダリングに、効くっていうおかしいな、言い方が。聞いちゃいけないんですけど、そこを使ってるなっていうペダリングがね、できます。で、特に僕はペダリングがね、下手くそなので、少しでもペダリング効率が良くなる、ようなアイテムを使って、さらにはですね、楕円チェーンリングも使って、もうなかなかうまくならないんで、こういうアイテムを利用したっていいじゃないって感じですよ。はい、とはいえね、僕だけじゃないんですよ。ロード界ではね、有名な菅洋平さんっていう方も、このゼンクリートはね、いいとレビューしていまして、あとですね、イタリアン UCI のプロコンチネンタルチーム、の
アンドリーニというチームがね、使用しております。そしてですね、シムなので、シューズとペダルがね、の間が開くじゃないですか。で、一昔前は、ダイレクト、そこがね、ペダルとシューズが近ければ近いほどいいとされていたんですが、勉強真面目な、グロータックさんが最近ね、ペダルのね、開発に熱心でして、どう見積もっても、それは一概に言えないってことをもう言ってるんですね。もちろんダイレクト感が強くていいのはいいんですけども、全て、それには当てはまらない。厚みがあったって厚みがあるなりのメリットがあるらしくて、今研究段階らしいんですが、もうちらほらね、もう数年前と話がね結構変わってきてるんですよ。まあ一つのね、そのメリットとして、サドルがね、その分上げられますからね。サドルを上げた状態、5ミリぐらい上げないと適正なサドルの高さにならないんで。で、サドルの高さっていうのは、こちらにも、書いてありますけども、ロードバイクの価格、もうこの人は科学的にしかお話ししない方です。非常にね、エビデンスが高いんですけども、まあ理論上、高い方から物を下ろすっていう方のが、理にかなってるんですよ。力を出す、まあ原理原則ですよね。どう見積もって計算してもそうなるんです。はい。まあ人にはね骨格とかあるんで一概には言えないんですけども、すべてこういうエビデンスレベルで、いくと非常にこのゼンクリート、はね、高い効果を発揮するアイテムになります。はい、そんな感じでですね、今日の雑談終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイコリザーズインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。